石破茂さんが内閣総理大臣に就任されました。心からお祝いを申し上げたいと言いたいのは山々なれど、そのお祝いが言えなくなっちゃったよ。あまりにもひどいよ。石破茂という政治家は1週間前に言ったことを手のひらを返して下べらが何枚あるんだと。能登の皆さんのことを思ったら心が折れるよ。みんな今選挙やってる場合じゃないよ。与党の政治家の政治生命の生き流らすことではないんだ。あまりにもバカにしている。石破さん、目を覚ましてくれよ。これだったら高市早苗さんの方が良かったんじゃないのと思うよ、みんなが。つまり野党の声は国民の声。完全に潮目変わったよ。国民をなめるなと言いたい。仏の神馬が地獄の閻魔になったからね。お待たせいたしました。もう今 YouTube などで記者会見がもう人気爆上がり。熱い熱い男、国民民主党幹事長新馬和也、参議院より皆様にお伝えさせていただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました、国民民主党幹事長の新馬和也でございます。今日国会が開かれて、石破茂さんが第102代内閣総理大臣に就任されました。心からお祝いを申し上げたいと言いたいのは山々なれど、そのお祝いが言えなくなっちゃったよ。あまりにもひどいよ。月日が経って人は変わることがある。去年言ったことを変えていく政治家もある。しかし石破茂という政治家は1週間前に言ったことをもう早速撤回して手のひらを返して下べらが何枚あるんだと。あまりにもひどい言動だ。総裁選挙の真っ最中は随分立派なこと言ってたよ。自民党は謙虚になるべきだ。謙虚じゃないね。自民党はルールを守る自民党になるべきだって。ルール守ってないよ。どうなってるんですか。なぜ岸田さんが総理大臣を辞めたのか。答えはたった一つ。自民党の腐った政治の裏金問題だ。あの時先の国会で政治資金規正法の改正で自民党は100点満点の改正だと言って胸を張った。しかし総裁選挙が始まったら、あの人もこの人もあの人もあれが問題これが問題、すぐ政治資金規正法を修正しなければいけない、生活費も廃止して文書交通費は全部公開だ、余ったお金を国庫に返納、すぐこの国会で法改正をやればいいじゃないですか。そして総裁選挙の最中に元日に被災をあったあの能登半島がとんでもない水害にあって、避難所がまた水没をしてまた避難所から移っていく。能登の皆さんのことを思ったら心が折れるよ、みんな。しかしだからこそ政治が被災地に寄り添って、能登は優しいや包みまでも、いや日本優しいや包みまでも、政治がみんなして与党も野党も関係ない能登半島に寄り添うんだ。予備費じゃなくて補正予算をしっかり作って能登の復旧に与党こそ全力に前に立たなければいけないのに。今選挙やってる場合じゃないよ。能登の皆さん、どうやって選挙やれって言うんですか。それに寄り添うのが石破新内閣の役割じゃないですか。石破茂新総理がやらなければならないのは、能登半島の皆さんの命と暮らしを救うことで、与党の政治家の政治生命の生き流らすことではないんだ。あまりにもバカにしている。そして政治と金の問題が今国民の信頼を失墜しているわけでしょう。この信頼を取り戻さなければならないその最中に、また本人がその政治の信頼を地に落とすように言ったこととやってることが1週間で変わっていく。石破さん、目を覚ましてくれよ。これだったら高市早苗さんの方が良かったんじゃないのと思うよ、みんなが。そもそも自民党の総裁選挙で自民党の党員しか当選できないんですよ。この大事な局面で自民党のコップの中だけで総裁を決めて、今度は704名の国会議員だけで今日総理大臣が決まって、
国民は一切日本のトップを決めるこの戦いに選挙に参加できていないんです。だから我々国会が国民の皆さんに代わって新総理大臣石破茂さんに対して何を考えてなぜ解散をするのか、これから日本をどうしようとしているのか、それを国民の代わりに問いただすのが我々野党の審議なんだ。つまり野党の声は国民の声、国会軽視は国民軽視。完全にね、この国会で潮目は変わったよ。石破さんでなんとか選挙を乗り越えればいいと思ったこの目録は完全に潮目変わったよ。国民をなめるなと言いたい。そして今野党第一党の代表が野田さんになったね。野田さんもいいこと言ったよ。なるべく野党を一本化して自民党に勝つんだって言って、おお、いいこと言うなと思ったら、うちの青森2区に金浜明さんっているんだ。連合推薦も取った。そこになんとこともあろうが今からですよ、立憲民主党が対抗を立てるって言うんだ。何を考えてるんだって。まあ野田さんのことだからね、そんなことやらないと思うよ。皆さん青森2区をじーっと見ててください。もしここに国民民主党がはるか昔に候補者を立てて、連合青森も推薦をしている、今自民党と戦っているこの金浜明に、この金浜明にもし立憲が対抗馬立てるようなことがあれば、立憲は本気じゃないってことだよ。政権取る気がないってことだよ。私は野党第一党を信じたいと思ってますから、皆さんじーっと見ててください。青森2区の金浜明が必ず野党統一候補として選挙で勝ち上がります。この東京からも青森の皆さんたくさんいらっしゃると思いますから、どうか皆さんのご支援を我々国民民主党玉木雄一郎とその仲間たちに賜りますように心からお願い申し上げまして、仏の神馬が地獄の閻魔になったからね、一生懸命頑張ってまいります。よろしくお願いします。ありがとうございます。熱い熱い男、国民民主党幹事長新馬和也参議院議員より皆様に熱い思いをお伝えをさせていただきました。お待たせいたしました。我々国民民主党が目指す政治、そして目指す社会、目指す未来、我々国民民主党の新しい答えをこれから国民民主党代表玉木雄一郎から皆様にお伝えさせていただきます。それでは玉木